こんにちは、たきです。今日は、僕が動画を出してから1年が経ちました。イエーイ。パフパフ。ちょっとね、ちょっと顔は映らないんですよ。まあこれでいいんじゃないですか。もしかしたら痩せたら顔出しします。ここで宣言します。ちょっと顔出ちゃってるけどね、あなた。さっきからえがちちょっとね。はい、で1年どうでしたか？ね、なんかとても楽しかった、うん、楽しかった。うん、何が一番印象に残ってますか？なんかプロコンっていうか、あのなんか踊ったやつ。踊ったやつ、なんかバレたっていうやつがめちゃくちゃ再生されたので、この制作してから1年それが一番すごいなと思いました。あ、ショートのやつ。はい、ショート動画ね。あれ別にね、作ったわけじゃないけど、たまたま撮れたやつだからね。あとは、普通の動画に関しては、プロコンの新しいやつが届いたやつです。それが、なんだっけ、動画で、動画のやつで一番再生されました。あ、そうなの？うん、354回再生ぐらい。あ、そうなんだ。うん。なんか一気に再生回数200回ぐらい伸びてた。プロコンだからか。かな。あんま変えないから。わかんないけど。では今回の動画は終わりたい。え、早いな。じゃあこれから1年どうしたいですか？もっとチャンネル登録者を増やしたい。増やしたい。うん、で何をこれからやっていこう？なんかまた夏休み、ショートで撮った踊ったところのところに行ってきてた。行きたいです。踊ったところ、なんかさっき言ったところ。え、何さっき言ったところ？なんか偶然撮りたい。あ、ん、西武遊園地？違う、なんか 1.9 万回再生されてる。あー、あそこか。あそこまた行ってなんか動画撮りたいです。サンシャインですかね、池袋。多分そうです。そうですね。はい、またそこ行ってちょっとショート撮りたいです。またやってるかどうか微妙だけどね。うん、たまたまミニオンの映画やってたから、あれは。うん、ね、やったんだけどね。そうだね。では今回の動画を終えたいと思います。この1年とても楽しかったです。ではみんな、バイバーイ。バイバーイ。